おはようございます。アメリカ大学野球留学生の上野達樹です。現在アメリカ合衆国のオレゴン州にあるクラカマスコミュニティカレッジで野球をしています。さて、本題に入る前にお知らせが2つほどあります。今、オレゴン州にですね、ちょっと冬の嵐が来ていまして、週末までずっと吹雪予報なんですね。でですね、ちょっとさっきテレビをチェックしたらですね、もうかなりの高い確率で、停電になるっていうのが予想されてですね、それを知りました、さっき。っていうのもで、さっきホストマザーと話していたら、もうちょっと停電に備えて、電子機器を全部充電しとくようにと言われてしまったのですが、まあそんな感じで、これが週末まで続くとなると、まあいつまでも復旧しないじゃないですか。そうなるとちょっと発信活動が止まってしまうんですね。ちょっと皆さんにせっかくお会いできるチャンスがいっぱいあったのに、生配信とか。で、皆さんとたくさんお話できていたのにも、ですが、ちょっと今回の嵐で、発信が止まってしまうかもしれません。それは本当に申し訳ないです。なので、発信が、上野なんか最近静かだなと思ったら、ちょっと冬の嵐に飲み込まれて、停電してんだなと思ってもらって結構ですので、ぜひそこのところをあらかじめご了承ください。さて、二つ目のお知らせなんですが、二つ目はですね、私、上野達樹が、今月発売の、放置高校野球さん3月号に、掲載されることになりました。これはですね、僕がある意味ちっちゃい頃からの夢というか、まあ、高校野球の雑誌で特集と言ったら大きさですが、まあ、掲載されるってことが一つの夢だったので、本当に嬉しいことです。夢が一つ叶えました。内容はですね、私、上野達樹が、高校野球一試合も出てないけども、なんでアメリカ行きを決めたのか、なんでアメリカでちょっと試合出れるようになったのかとか、そういうことが書かれておりますので、ぜひ、野球留学に興味ある方は参考に、チェックしてみてください。ほんの少しの掲載かなと思ったら、丸々1ページ、書いてくださったので、本当に、高知高校野球さんには感謝しかないです。そんな感じで、掲載されるので、よろしくお願いいたします。さて、本題に入りたいんですが、今日はですね、まあ、何か、なんだろうな、野球留学の話というかいうよりは、これやっていたらこうなったよみたいな話ですね。ラジオを始めて1ヶ月経ちました。そしたらですね、応援してくださる方が結構増えましたよってことをお知らせしたいと思います。僕自身ですね、まあ、こんなことを話すのも嫌なんですが、あんまり友達がいないんですね。友達がいないで、なかなかやっぱアメリカ行くってなっても結構孤独だったんですよ。まあ中には応援してくれる方はいましたが、本当にごく少数で、なかなか、アメリカ行ってこいとか背中を押してくれる存在っていうのがすごく少なかったんですね、もともと。そんな中でですね、ちょっと発信活動をっていうのをやってみたんですね。これは、本当に日本の皆さんに野球留学を届けたいという思いが一番最初にあって、それでやってみようということでやり始めました。で、今年からですね、ちょっと年明けからラジオを始めてみて、で、これだったら、ちょっと動画編集とかちょっと大変なので、動画編集とか大変なので、そのラジオとかだったら、ちゃんと毎日皆さんにお届けできるなと思ってラジオを始めたり、あと最近は生配信ですね。生配信を毎日やったりしています。そしたらですね、当初は、皆さんに野球留学を届けるっていうことが目的だったはずなんですが、いつの間にかですね、僕が皆さんにめちゃめちゃ応援されてるっていう。もう本当に嬉しくてですね、これはちょっと予想外でした。なんか皆さんめちゃくちゃ優しいんですよ。いや本当に生配信来てくださった方は本当にわかると思うんですけど、本当皆さんコメントしてくださって、で、朝練行く時なんて、もうめちゃくちゃ、もう頑張ってくださいって言ってくれるんですよ。もう本当泣きそうになるぐらい嬉しくて、でもめちゃくちゃ頑張れるんですね。で、本当に僕今までっていうか去年までは、まあある意味一人で野球やってたというか、一人で留学生活を送ってたみたいに等しいんですよ。なんかやっぱり日本のいる人となかなか連絡取ってないし、っていう中で、ちょっと自分からラジオを発信してみようとか、生配信してみようっていうところで、皆さんとつながってみようとしたらですね、本当にいろんな方に、声かけていただいて、ツイッターとかインスタグラムももちろんですよ。で、YouTube の生配信とかも本当に嬉しくてですね。これはもうやめられないなというかもちろん当初の目的は変わってませんよ。皆さんに届けるということが目的なんですが、本当に皆さん優しくて、で皆さんと仲良くなれたことがめちゃくちゃ嬉しいですね。なんかこんな友達できたことないぞみたいな、まあ、友達って言ったら失礼ですけど本当になんていうの、こんなによくしてくださる方みたいな間柄の人がこんなにもたくさんできたっていうのが本当に嬉しくてですね、常毎日勇気や元気をもらってます。本当にありがとうございますってな感じで、発信活動するとですね、皆さんに結構声が届いて、結構応援してもらえるっていうのが分かりました。これは本当僕に、これごめんなさいね、今日ちょっと個人的な話になってしまって申し訳ないんですが、本当に僕は本当になんて言うんだろうな、心があんまり強い方ではなくて、でやっぱ一人でやっていくとやっぱ嫌になる日もあるんですよ、野球留学が。日本帰りたいとはあんまならないですが、学校行きたくないなとか、今日打てるかなとか言ってナーバスになってしまうことがあるんですね。そんなことをなんか皆さんと一緒に乗り越えられたらいいなと思ってます。いや本当にこの生配信とかとつながれでめちゃくちゃ元気もらってるんで、なんかこれもシーズン中絶対続けたいなと思ってます。シーズン中も続けて、ちょっと皆さんからお力と勇気をお借りしてなんとかシーズン乗り切りたいななんて僕一人で思っております。でですね、これから野球留学する方とか、もし今アメリカ留学している方がこれもし聞いてくださってたら、発信活動ぜひやってほしいなと思います。皆さん最初に言いましたが、皆さんやっぱり野球留学の情報を知りたがってるので、そこをお伝えすることによって、皆さんに日本の見てくださってる皆様に、ちゃんと価値バリューを与えることができるし、なおかつ多分めちゃくちゃ応援してもらえるので本当にめちゃくちゃ応援してもらえるので、元気出ます。元気出るし、シンプルにもうなんて言うんだろうな、頑張れます。野球留学ってきついじゃないですか。いろんなことがあって、試合で打てない時もあるし、学校のテストで成績が悪い時もあるし、そんなことの繰り返しだと思うんですけど、そんな時に本当に今生配信とかやってて、なんか僕が多分これですって言うと、こうしたらいいんじゃないですかとかアドバイスくれたりとか、なんかいろいろしてくださるので、ちょっとぜひチャレンジしてみてください。発信するってめちゃくちゃ楽しいです。でこれでしかもこれをきっかけに、アメリカの大学野球が日本に広まっていったら、もうみんなが幸せになれるというか、みんなが得するというか、そんな世界、優しい世界になるなと思ったので、今日はそんなことをお伝えしました。だから、これから野球留学行く人とか、野球留学にしてる人とかは、ちょっと発信活動やってみてください。YouTube とか Instagram とか Twitter とかでも何でもいいと思うので、ぜひやってみてください。すごく楽しいので、楽しいし勇気もらえるので、こんな感じで今日はちょっと僕が個人的に感じてることをつらつらとお話ししてしまっただけになったんですが、そんな感じです。はい。このチャンネルはですね、野球留学に関するあれやこれを私、上野たつきが、お届けするチャンネルとなっておりますので、もし興味のある方はチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。それでは素敵な一日をお過ごしください。上野たつきでした。じゃあまたね。